オルセン店長の宇津木です。オルセンスタイリストの漆原です。オルセンのスタイリストのちなみです。マイススタイリストの夏美です。色が違って打ち出すスタイルとか、まあ、やりたいことが違って、それを一人一人が取り組んで、まあ、成功していることかなと思ってたりするんですけど、豊本さん、はい、表参道のサロンでは結構短い施術のメニューという形でしかないところが多いんですけど、うちではそれをオルセンの強みの一つになるんじゃないかということで、少し長めのメニューにしたのをきっかけに、私もスーパーニストという形で並行してやらせていただいているので、私の強みはヘッドスパに今なってるっていう形ですね。自分がスタイリストになってからやりたかった、卒業式の着付けだったりとか、もともとお店のメニューになかったものを今自分がスタイリストになってからやらせてもらってて、まあ、そういうこうオーナーだったり、こう店長の宇津木さんだったり、こう割と自分がやりたいことをバックアップしてくれる環境がすごいオルセの強みかなと思っていて、まあ、やりたかったことが叶えられてて、まあ、あとは外部のこうファッションブランドの撮影の部屋だったりとかもこう出させていただいてるので、応援してくれる環境があるので、やりたいことをどんどん幅広げられるのとか、そうですね、これからスタイリストになる子たちが、まあ、新しく上がやってないことをこうやれる環境でもあるので、すごいいいかなと思いますね。もともと専門学校の時はウェディングのヘアメイク志望なんだもんね。そうです、そうです、確かにそうです。オルセン全体の強みで言うと、なんかこう僕がやりたいスタイルをまずすごい理解してくれて、で、まあ、世の中にこう発信していくやり方とかも提案してくれますし、あんまりそのこういうスタイルをやってっていう強制をそんなに、そういうのは特になかったので、なんかすごいやりやすい環境だなって思って働いてます。インスタグラムって写真なので、なんかこの人本当に着れんのかなみたいな不安感が多分すごいお客さん側からするとあるんだろうなって思ってて、なんかどっちかっていうとそういう人に向けてパッと見ただけで綺麗に見えるラインとか、なんかその簡単そうに見えるスタイリング方法とか、なんかそんなに頑張らなくてもできるよ、でもちょっとおしゃれには見えるよっていうちょうどいいところを自分でずっと考えて探してやってて、で、あんまり巻いたりとかはそんなに僕はしないんですけど、基本的には本当に簡単に家でやってほしいので、それが伝わればなと思って、そういうラインとかが分かりやすいようにしてます。まあ、一人でもそういうショートの悩みの人を解決できたらなっていう感じでちょっとやっています。はい、私自身こう美容室にこう他のお店に行くことも好きなので、その人に興味を持って、かつまあ髪の毛可愛いし、こうなんとなく可愛くなれそうだなって、まあこの人のせてるカラー綺麗だからちょっと一回行ってみようみたいな、こう人として興味を持たれたいっていうのがあるので、こういい感じに盗んでこう自分にも活かし、かつまあインスタとかもまあ、ちょっと真似じゃないですけど、こうそういう風にお客様に見えたらいいなっていう感じで、こうブランディングを高めているっていうのはありますかね。インスタのアカウントとかをヘッドスパだけで作ってます。差別化ができるようにして、オルセンのサロンの中に入ってるヘッドスパっていう形で、フォトペッパービューティーとにはオルセンのヘアが載ってて、ホットペッパーのリラクゼーションの方にはそのヘッドスパのサロンが入ってるっていう今形を取らせていただいているので、まあ分かりやすさもそうですけど、しっかり専門的な
知識だったりとかもそのインスタとかあとはホットペッパーのブログとかでもこう担当で決めてしっかりあの頻度を高くして更新してたりとかしてるっていう形でやっています。カットとカラーとかカットとパーマとかブリーチカラーとかに並行して付属でメニュー展開するのってやっぱすごく難しくて、で美容室ってやっぱりね、いただいてる時間とあとはやっぱり施術の内容によってヘッドスパってちょっとみんな手を出しにくかったりとかしてヘッドスパサロンを逆に出したりもしてるとは思うんですけど、まあ、うちは一応そのオルセンのヘッドスパっていうカテゴリーで別部門として、まあ、そっちだけのメニューもありますし、あとはまあ施術と絡めてもできるヘッドスパのメニューも一応作っていて、で、まあ、窓口を2つにすることによってヘッドスパだけで利用してきてくれてる方もいて、でそこから逆に今度ヘアもやりたい、まあ、満足できるメニューを多く提供することでまたお客さんも増えていくし、まあ、逆にスタッフもねこうやってやっぱりデザインだけじゃないリラックで人を癒したいとかでやっぱり思うあの人も多いと思うんで、まあ、そういう人のね思いをやっぱり無駄にはしたくないっていうのもあって、1年ちょうど丸1年ぐらいだよね、1年前からしっかりちゃんとヘッドスパとして別ブランドというか、まあ、ショップインショップみたいな形なんですけどしっかりやり始めようっていう形 でちょうどやっぱりコロナの時期もあって結構皆さん多分セルフメンテナンスとか、まあ、自分のこととかにちゃんとこう向き合う時代になってきたと思うんで、まあ、需要もすごく今高まってて本当に成功してる、うん、かなって思いますね。なかなかどっちもできる人ってやっぱいないと思うんで、うん、自分もこう年を重ねてきてだんだん結婚するお客さんとかも増えて、その時にこう自分がやりたかったウェディングに携われたら満足なんで、結婚する時にウェディングに携わってまた子供ができたら子供がとかこう、まあ、長くお付き合いできるこう美容師像でいけたらいいなと思うんで、個人的には、まあ、個人の未来としてはそこですかね。お店のそのうちのスタッフのこう関係性とかなんかこうそういうこだわってる部分とかを、まあ、今動画とかを撮ってなんか作っていこうみたいな、今年は1年かけてっていう話を今してて、で、まあ、ちょこちょこやってっているので、まあ、それが、まあ、中途でもそうだし、まあ、一番はこう新卒で入ってくるような子たちが、まあ、今より単純にもっとそういうのを知ってもらった上で増えてほしいなっていうのはありますね。今ってお店のそのなんていうんですか、仲いいとかって結構伝わりづらい部分だったりはするので、まあ、そういうのをもうちょっとなんかこう形っていうか、まあ、視覚的に見て分かるようなものを作って、それが美容学生に、まあ、今より増えればいいかなっていうところなんですけど、まあ、より多くの人に知ってもらいたいなっていうのは近い未来としては僕はちょっと思ってます。はい、お店の雰囲気を伝える動画だったりとかもやっぱり大変だと思うんですけど、そういうのを形に作っていって、でどんどんそういうふうにお店の良さを知ってもらえる機会をどん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 作っていけたら一番いいんじゃないかなと思うので、それを目標にやっていきたいなと思います。結果からだけじゃ満足度とか幸福度って上がらないというか出ない、結局はそこまでの過程が幸福だなって思ったり満足だなって思えると思うので、経験とか過程をみんなで楽しみながら、まあ、喧嘩してもいいと思うし、まあ、高め合えるような、 なんかこう摩擦が起きないと熱は生まれないと思ってるので、人と人の熱を感じるサロンにしたい、していきたいなと思っています。いけた、今まとまりました。